ボーダフォン 904T 及び、後のソフトバンク 904T は、東芝が開発し、当初は、ボーダフォン日本法人、その後は、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA、GSM 通信方式のボーダフォン 3G サービスを、利用可能な携帯電話端末。2006年3月10日発売。ソフトバンクロゴの新色も2006年9月23日に発売されている。 中1、アプリケーションのダウンロードにより使用可能に。ボーダーホンライブ、フェリカ、ボーダーホンライブ、ナビ、ボーダーホンライブ、キャストなどの当時提供されていたほとんどのサービスに対応している上にカメラも3.2メガピクセルとその豊富な機能のために全部入りの機種として扱われた。グリップスタイルを採用しており折りたたんだスタイルで文字入力以外の 最低の動作を実行できる。また、本体を完全に閉じた状態で音楽プレイヤーの操作も可能である。ただし、その操作性を保つために、ヒンジの部分が他の機種と比べて厚くなっている。文字変換は TQ とモバイルルポの搭載により、メールを英語、日本語両方で楽に入力することができる。 TQ を搭載している機種は他にもあるが、日本語変換まで TQ を使わなければならないのがほとんどのため、英語は TQ、日本語は伝統的な日本語変換が使えるのは強力な機能である。別途有料になるが、ジグブラウザがこの機種に対応しており、グリップスタイルにすると、PC 画面のようにウェブサイトを横向き表示のまま操作をするのも容易である。ありがとうございます。